からエドケウへ、ここはキュビンテをかわしたエドケウ、右の画面は空いていますが、まあ、そちらを使ってクロス、サティシュート来た。縦につける柏吉文、さあ柏中に入ってきた、カットインから狭いところ、河村のシュート、アディショナルタイムに入って一層ボルテージが上がったのは広島サポーター、河村が狙っていった、河村が狙っていった、入るか、入るんだ、河村だ。ここに満田がいます。柔らかいボールを上げました、ファーサイド荒木、グローリカン、センターのチャンス、ゴール前にはビエイラがいる、シュート放った、